ウィニー・マンデラは南アフリカの女性活動家、政治家、ネルソン・マンデラの2番目の妻。ウィニー・マンデラの子サゴの名前はノムザモで、シレンという意味である。1936年9月26日にエボング・ウェニに生まれる。トランスイやヨハネスブルグで職を得る。ウィニーは学校に通いながらソーシャルワーカーの資格を得ている。1957年に 後に大統領になるネルソン・マンデラと知り合い、1958年に結婚する。なお、マンデラには、1944年に結婚していた、妻のエブリンがいたが、1957年に離婚している。その頃より、ウィニーは、南アフリカ政府と対決し、逮捕、抗禁も、幾ばくか経験する、活動家としての生涯に踏み出すこととなる。 1959年には娘のゼザニが生まれ、1960年には娘のジンジが生まれている。後にビット・ウォーターズ・ランド大学で国際関係論の学士号を取得した。1960年3月21日に起きたシャープビル虐殺事件に対する抗議活動を抑えるため、3月30日に南アフリカ政府は非常事態宣言を行い、 今まで非暴力路線を貫いていたアフリカ民族会議を非合法化する。1961年により、夫のネルソン・マンデラがアフリカ民族会議の軍事組織、ウムコントウェシズウエで非合法活動に専念する。1962年8月5日、ネルソン・マンデラは逮捕されるが、裁判の支援活動で妻のウィニーは多忙となる。 1964年6月12日、夫に終身刑の判決が確定する。夫への面会活動を続ける。その後、1969年始めから18ヶ月、ビニー自身が、プレトリア中央刑務所で、反テロリズム法に基づき、共産主義禁止法違反の容疑で拘禁される。釈放後も、夫の面会活動は続けられ、ネルソン・マンデラの妻として、 世界中のマスコミから注目を集めることとなる。1978年、ソウエト放棄を先導した容疑で逮捕されるが、無罪を勝ち取る。1985年4月13日のスピーチにおいての黒人の裏ギリシャに対して焼き殺すという行為を当然視するようなウィニーの発言内容に対して批判の声も上がる。 1988年12月29日、ウィニーが主催していたサッカークラブ、マンデラフットボールクラブのメンバーが、ソエトとの14歳の少年ジェームズ製ペイを誘拐し、殺害するという事件が起き、ウィニーの関与が取り沙汰された。後に、1991年6月、裁判所は、関与を認め、ウィニーに、懲役6年の判決を下すが、執行停止となる。 1990年2月11日のマンデラ釈放を迎える。ウィニーもマンデラの妻としてテレビ映像に登場し世界中の注目を集める。ANC 内部とウィニーとの不和も取り沙汰される。ウィニー本人に1992年4月13日にネルソン・マンデラにより離婚の記者会見が行われる。しかし南アフリカの ANC 支持者のウィニーに対する人気は 衰えなかった。1993年12月、アフリカ民族会議女性同盟の議長に選出される。1996年3月に正式に離婚となる。1997年4月、ANC 女性同盟の議長に再び選出される。2003年4月24日、ウィニーに ANC 女性同盟の議長時代の公金流用において、 詐欺及び窃盗罪で、懲役5年の有罪判決が下る。直後、ANC の公的ポストの辞任を表明する。2004年7月の控訴審で、詐欺について、懲役3年半の判決が下りる。2004年7月18日のネルソン・マンデラの誕生日パーティーに招待され、元夫婦の写真が報道された。2007年12月21日、 アフリカ民族会議全国大会の執行委員選挙で最高票を取り執行委員に選出される。2008年5月から6月にかけての南アフリカで頻発していた周辺諸国からの移住者に対する襲撃事件を強く非難するとともに移住者の住宅問題などの南アフリカ政府の政策をも批判している。2009年の南アフリカの総選挙では ANC の候補者の序列で第5位となっている。イギリスのオブザーバー誌の観測によると、貧困層の根強いウィニー支持があるとしている。2009年11月、ジェニファー・ハドソンがウィニー・マンデラ役で主演する映画、ウィニーが制作され、2010年完成予定であることが明らかとなる。2018年4月2日、ヨハネスブルグにて死去。ありがとうございます。